どうも皆さん、こんにちは、こんばんは、バルトと申します。今回の動画なんですが、 PS5 トーナメントとそれを活用した FIFA23 スプリングオープンについて解説していきたいと思います。高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。この動画はなんとですね、あのソニーさんからの提供でお届けしておりまして、この度 FIFA23 スプリングオープンの大会公式アンバサダーに選んでいただいています。まあこういった機会をいただいたのもね、皆さんに支えられての結果だと思っておりますんでね、改めて頑張っていきたいと思っておるんですけれども、そもそもね PS5 トーナメントって何ですかっていうところから始まりまして、それを活用した FIFA23 スプリングオープンについても解説していきたいと思います。ということで、まずはですね PS5 トーナメントの概要から話をしていきたいと思います。皆さんね、特に PS5 で FIFA23 を日常的にプレイされている方は、このメニューの一番右、もしくはアルティメットチームのモードの一番右にプレイステーショントーナメントっていうのがあるのを確認したことあると思います。これ何ですかって話なんですけど、ざっくり言いますと1日8回開催されている超カジュアルなトーナメント大会になっていまして、優勝すると商品がもらえます。大会はですね、毎日15時から22時まで1時間おきに8回開催されていまして、時間帯によって使うチームが変わってきます。まあ FIFA ってクラブチームももちろんそうなんですけど、アルティメットチームっていうモードもありますんで、これがね8回あるうち4回ずつに分かれているって形です。具体的に言うと、奇数の時間帯15、17、19、21時に始まる大会は既存のクラブチームで、偶数16時、18時、20時、22時に始まる大会はアルティメットチームの大会になっています。大会の参加自体はめちゃめちゃ簡単でして、このプレイステーショントーナメントを選んでいただいて登録するっていうのを押していただくと、直近の大会に参加することができます。今動画撮ってんのがちょっとね15時半ぐらいなので、直近の16時の大会に出場するという形になります。でこれ以外の時間に出たいよっていう方は、コントローラーの PS ボタンを押していただいて、マルチプレイヤーアクティビティってところを選んでいただくと、こういった形で任意の時間を選ぶことができます。もう一つ、ゲームハブっていうところからも任意の時間への参加ができます。このゲームの画面の状態から PS ボタンを長押しして、ここからね十字キー下を押すと、そのゲームの情報が表示されているゲームハブっていうところに飛ぶことができます。でここからね、今開催予定のトーナメント確認できますんで、任意の時間を指定してエントリーすることができます。で大会で優勝すると、今画面にある通り FIFA ポイントがもらえます。基本的には100ポイントもらえるんですけど、17時から20時までの開催分についてはコアタイムというふうに言われていまして、500ポイントもらえます。基本的には課金しないと手に入らないポイントなんで、これが500ポイントもらえるっていうのは、まあ、かなり大きいんじゃないかなと思います。で大会にエントリーすると、こういった形で始まる直前のタイミングで通知が届きます。でなおかつ帝国を迎えると、対戦相手見つかったんで参戦してくださいねって形で試合が始まります。もし見つからなかったらすぐにね、次のステップに進んでいくって形になります。大会がね優勝するまたは敗退する、どんな形で終わったとしても、こういった形でね大会結果っていうのが表示されるってことになっています。大会なんですが、いわゆるシングルエリミネーション方式、負けたら終わりっていう形ですね。まあトーナメントなんでね、最大4戦最小1戦で終わるって形になります。で各大会なんですが、16人のブロックが何個も作られるって形になって、最大4戦ですね。なので例えばね、100人以上もし参加してたとしても、その人数に応じて5回6回7回8回戦っていくわけではなくて、最大4回戦うって形になっています。今話したことをまとめると、 PS5 トーナメントは毎日15時から1時間おきに22時まで計8回実施されているカジュアルな大会になっていまして、ゲームのハブもしくはメニューから参加することができます。使用できるチームはクラブチームまたはアルティメットチームになっていまして、時間帯によって使えるチームが変わります。で優勝すると商品として FIFA ポイントがもらえますし、大会始まる前にねしっかり通知も送られてきますし、対戦が終わると次の対戦も自動で始まるということで、非常にね円滑に進めることができるモードになっています。ここからはですね FIFA23 スプリングオープンについて話をしていきます。これ何ですかって話なんですけど、めちゃめちゃざっくり言うと、今話した PS5 トーナメントを使った大会ですね。 PS5 トーナメントっていうのは毎回単発で優勝したら FIFA ポイントがもらえてやったで終わるんですけど、このスプリングオープンっていうのは各大会で優勝するごとに勝利ポイントっていうのがもらえます。でこの勝利ポイントが多い方はプレイオフに進出することができます。このプレイオフが賞金総額50万円の大会になっています。FIFA23 スプリングオープンが開催されると、こういった形でリーダーボードっていうのが登場します。
これ何ですかって話なんですけど、各プレイヤーが獲得した勝利ポイントの数をランキング形式で掲載するものになっていまして、これ UT とクラブ別のものになっています。なんで、まあ、UT で5回優勝しても、クラブで1回も優勝してなかったら、UT の方は5で、クラブは0っていう形になります。で、この各モードの上位4名、合計8人が、プレイオフ大会に出場します。プレイオフ大会は3月25日にオンラインで開催される予定になっています。まあ、なかなかこんなね、大規模な賞金がもらえる大会って日本ではないですし、どんな方でもね、参加資格があるっていうところで、ぜひね、興味のある方は参加いただければと思いますし、僕もね、定期的に配信とかでやっていきたいと思っていますんでね、まあ、こんな感じかっていうのも感じいただければと思います。ということで PS5 トーナメントと FIFA23 スプリングオープンに関する解説は以上になります。ぜひ参考になれば幸いです。今後も FIFA 関連の解説動画の投稿ですとか生配信も楽しくやっていきたいと思っております。配信は基本的に Twitch でやっていますんで、よければ見に来ていただければと思います。ぜひ高評価チャンネル登録もよろしくお願いいたします。では。